はい、続いて7周年記念つむつむ耐久レースブーが出てきました。モンスターズインクね。はい、こんな感じらしいです。少しの間大きなサリーが発生するよ、少しの間小さなマイクが発生するよ、周りと一緒に消えるよ、少しの間ブーが姿を消すよ。ブーね、うん、何も感想が出てこねえあ、モンスターズインクも確かに一回見たことあるな。何だったっけ、なんかトカゲみたいなやつ、あいつが最後潰されて終わった記憶しかないですよね。で、あとあれですよね、確か爆問の田中さんと石ちゃんが声優で出てきてるやつですよね。うん、ブーは誰が来たんだ、扉、はいはい、え、そういうこと、ブーが消えた。ブーしかもコイン残して消えてくれる、すげえ、親切設定。テュ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 、やばいやばいやばい、ブーに対しての思い入れがなさすぎて何も話が出てこないっていうね。モンスターズインクも本当に最初のモンスターズインクしか見たことないから、なんかユニバーシティとかあるんでしたっけ、あんなもんちょっとよくわからないから、どうなんだろうな。ディズニー、でかくなっちゃって。そのさ、なんだっけ、マギー・スミスじゃなくて、マギー・シンジみたいなことしたかな。シンジだっけ、なんだっけ、もう分かんなくなっちゃって。誰だよ。マギー・スミスってあれだよ、マグボナガル先生だよね、確かね。なんでそっち行ったんだ。もう僕の中の、もうだからあれですよ、モンスターズインクって言ったらディズニーランドのね、モンスターズインクのアトラクションのやつくらいしかないんですよ。あれでもね、ちょっとした思い出っていうかね、奥さんが選ばれたことがあって、まだ当時は付き合ってた頃だったんですけど、ね、そこのお嬢さんなかなかいい笑顔だね、つってね、選ばれたことがあってね、もうその時ね、なんだろうね、なんとも言えない、甲骨を浮かべた表情ね、いいなと思ってますけど、あと、弟も選ばれたことがあるんですよね。弟も、そこのお兄さん、あたしとお茶しないかいって誘われたことがあるらしいっすね。止まって、ちょっと待って、スキルが足りてない。スキル3回しか使えてないから、あと結局もう1回やらなきゃいけない。かー、わかりました。耐久レース。サドンデスに行こうじゃないか。次回もまたお楽しみに。バイバイ。